あ、もしもし？もしもし、あ、あ、今仕事終わったから、これから帰るね。どのくらい？2、30分ぐらいで着くかな。あれ、今日はあの綺麗な先輩との付き合いはないの？ああ、舞先輩か。今日は休みだし、別にただちょっと仲良くしてもらってるだけだよ。婚約してから少し神経質になってんじゃないの？俺には知花だけだって。そっか、分かった。じゃあご飯用意して待ってるね。うん、それじゃあまた後で。うん、気をつけて帰ってきてね。はーい。すいません、本庄さんのお宅でしょうか。私、榊優太と同じ会社のもので、深見と申します。本庄さんにお話がありまして。どのようなご用件でしょうか。ちょっとここでは話しにくいので、迷惑でなければ中で話せませんか。なるべく時間は取らせませんので。すみません、最初に確認しておきたいことがあるんですけど。はい。本庄さんは雄太とどのくらい交際してらっしゃるんでしょうか。い、そうですね。この前が記念日だったので、ちょうど2年くらいになります。婚約もその時に。それが何か。そうですか。それはそれは。大変申し訳ないのですが、お二人の身辺調査を興信所に依頼しておりました。驚いたでしょうが、こちらにも理由がありまして。これはどういうことですか？なんとなく察しはついていると思いますが、浮気の身辺調査をさせていただきました。失礼ですが、これはどういうことですか？突然押しかけてのお話で申し訳ないんですが、私、榊優太の妻なんです。あなたと出会うずっと前からの。うちの人、昔から手癖が悪くて、結婚してから治るんじゃないかって。って思ったんですけど、うすうすあなたの存在に気づいちゃって、申し訳ないんですが、興信所使わせていただきました。そうだったんですか。ごめんなさいね。でも事実をはっきりさせたかったから、ショックよね。いえ、大
大丈夫です。ただその…なんて言ったらいいか…私も信じられなかったんだけど、これが事実みたい。ごめんなさいね。すいません。お茶でも入れますね。ごめんなさいね。あなたも騙されてたわけだから。悪いわけじゃないんだけど。許せなかったのよ。ただいま。どうしたの？変な人が来てるよ。え？誰？え、何？フレディユータン、私のもの。フレディユータン、私のもの。どなたですか？きなくれもんは酔ってないもん。酔ってないよ。先輩も頼みますよ。ちゃんとベッドで寝てください。おやすみなさい。どなたですか？死ね。お疲れ様です。おお、お待たせ。今回の案件どうでした？まあ、紹介はこんなもんだろう。また別口で稼がしてもらうけどな。前回みたいにですか？当たり前だろう。うちみたいな小さいとこは
うまくやらないとな。はい、お忙しいとこ申し訳ありません。私、金森という探偵事務所の者ですが、本庄千佳さんのお宅で間違いなかったでしょうか。はい、そうですが。あなたが現在お付き合いされている榊雄太さんの件でお話がありまして。もう、少々お待ちください。通常こういった情報の開示はしないのがルールなんですが、今回の依頼者はあまりに異常。というか、お二方にとって危険な人物と判断しましたので。ああ。本庄さんが現在お付き合いされている榊雄太さん。彼をストーカーしている人物がいましてね。このまま放置しておくと、お二人の命に関わりかねないと思いまして。しかしまあこちらもリスクを犯す分ただで情報提供ってわけにはいかないんですよ。わかりますよね。わかりました。教えてください。お願いします。すいません。お茶でも入れますね。金森さん、本当お金大好きなんですね。よし、今回も儲けそうだからパートキャバでも行っか。金森さんのそういうとこ大好きっす。一生ついてきます。はぁ、ほんと調子いいな、てっぺこの野郎。行くぞ。はい。ユータは私がずっと守ってあげるからね。Out of room, open your mind to me.
show day by day. She say I feel like sky blue. Die my dream of soul, burn out my hope in the dark. Open the gate to hell, I'm begging for love. Eternity.